こんにちは。テンバーアカデミー古英です。今日はスピアネットの使い方ですね。一つ注意点としては、海外の、ね、アメリカのアマゾンに転送、納品する場合でも、送り先は日本というのをね、始めてるときはちょっと戸惑いますんで、その確認です。まず、スピアネットを使う際はですね、会員の登録が必要です。で、まあ、登録費は無料なんで、これは登録しておいてください。で、納品先住所を入力すると。この納品先の住所とですね、返品を受け付ける際の住所が別というのもちょっと戸惑うところなんで、はじめは、確認しながら進めてください。で、荷物はまずね、大阪の配送センターに送ります。で、大阪の配送センターからスピアネットが、東海岸。確かニュージャージーだったかな、の倉庫に送ると。そしてアマゾンの倉庫に発送されます。で、この大阪に着いた時に重さを測って送料いくらですという連絡来ますので、送料と手数料を合わせてスピアネットに振り込むと、その先に発送されるという仕組みになってます。どこだったかな、書いてないな。そうか。インディア、登録後にお知らせしますってなってるんで、このページには載ってないんですけど、で、納品の時の住所、ね、納品の発送元にする住所と、あと、FBA でね、破損しちゃった商品が戻ってくるとか、返送の商品が戻ってくるという住所がね、ややこしいことにこれ別になってます。そっちの住所はロサンゼルスと。しかもね、割といつの間にやらオプションが増えていて、割と細かいサービスも、やってくれるのかなというふうになってます。まあ、ただしね、よく転送を使う人のみのサービスとなってますんで、まあ、初めての時はね、使えないかもしれないんで、その際はご相談ください。そんなわけで、スピアネットの使い方、ね、会員登録後、連絡があった住所で発送元を設定すると。で、返品の住所を、設定する。返品住所を設定するのは、別な住所を設定するというふうにね、ちょっと、間違いやすいところがありますんで、お気軽にご質問ください。チャットワークで、私の方に質問していただければ設定方法をサポートします。スピアネットの方はね、そのあまり細かい、設定のサポート等はしてませんので、会員の方は私に聞いた方が分かりやすいかなと思います。そんな形で今回はスピアネットの使い方、まあ、これね、EMS とか書かずに済むんで、初心者の方が使うにはまあ一番おすすめかなということで、基本的にこちらの方をおすすめしています。まあ、サービス内容によってはね、別の方法もあるんで、まあ、それは個別に相談していただければ、ここでこういう受け取りをやってますとか、ならここのサービスがいいですねとかいうのはまたアドバイスしますんで、ご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。